ピョートル・ラブロフは、19世紀ロシアの社会思想家、ナロードニキの理論家。砲兵学校時代のラブロフ裕福な貴族の家庭に、生まれ、陸軍士官学校を卒業。自然科学、論理学、哲学、歴史に精通し、1844年から1866年まで、砲兵学校と、砲兵大学校で、数学教授として働いた。 1862年から、ナロードニキの最初の団体、土地と自由に入り革命運動に参加し1866年に、逮捕。1868年に、ウラルサンミアク地帯に流刑となる。1871年に国外に脱出し、フランスのパリにある人類学協会の一員となる。1869年に、主張歴史書館。 を発表し、有名になる。1870年に第一インターナショナルに参加。パリコミューンにも参加し、援助を求めて、ロンドンにいるマルクスとエンゲルスに会いに行っている。1872年11月に、チュリヒを訪れ当時ロカルノにいたバクーニンと連絡を取り、雑誌への協力を求めるが、バクーニン側が編集への参加を条件としたために12月には、 決裂している。1873年から1877年まで、機関紙、全身を発行し、ナロードニキの宣伝を行う。1875年に発表した、死、労働者のラ・マルセーエーズ、税は、本家本元のラ・マルセーエーズのメロディーを当てて1917年に、誕生したロシア臨時政府の国家となっている。 1883年から1886年には、レフ・ティホミーロフと共に、アレクサンドル2世を暗殺した、人民の意志等を援護するための雑誌、人民の意志等通報、を発行。パリで隠しした。最後の言葉は、読んでいる、よく生きた、終わりだ、人生は終わった。去年76、ラブロフは、 社会革命を目指しての人民の教育と準備、そのための宣伝活動の必要を唱えた。そこで彼は、ゲルゼェンの金を継承する雑誌を発行し、最初の頃は、ヨーロッパの社会主義思想をロシアに適用しようと考えていた。しかし、スイスに亡命している若い世代のロシア人を知るうちに、より急進的な行動へと促されるようになる。歴史書館では、 社会学における主観的方法を主張する。つまり、批判的に思考する、個人、強固な意志を持った、英雄を国民大衆に先行するものとして示し、歴史における、インテリゲンチャの役割こそロシアにおいては、決定的なモメントであるとした。このことは、ナロードに危運動が1870年代の末には、人民の中に行くのを拒否し、テロリズムへと、 方針転換した事実と考うする。ラブロフは特権階級の文化は労働する階級の犠牲によって可能となった。その負債は支払わなければならないと考えた。これは文化自体に対する敵意ではないが、文化というものが罪であるか、ないかという問いに直面している。人民の利益とならなければ、文化に存在理由はないという態度は、 ベリンスキーやチェルヌイシェフスキー、レフ、トルストイなどのインテリゲンツやと共通している。ありがとうございます。